今月の港ニュースは、SKDs 学びの街プロジェクト、学びや港ブロッサムフェスタをご紹介します。まずは、SKDs 学びの街プロジェクトです。SKDs とは、芝浦、海岸2丁目3丁目、港南、台場、サステナブルの略で、SKDs 学びの街プロジェクトは、将来的に地域活動を担う人材を育成するための芝浦港南地区の地域事業です。今回紹介するのは、東京工業大学附属科学技術高等学校の皆さんの活動。企業や団体を取材して地域活動を学びます。こちらのグループは港障害者福祉事業団を取材。1時間にわたり障害者の就労支援、特に超短時間雇用について詳しく取材をしました。超短時間雇用をされている方、どのような仕事の苦労を持っていますか？もう全然何のストレスもなく仕事ができるっていうので、困ってるっていうケースは今のところないんですよね。みんな楽しくお仕事ができてる。そして辞めた人が今まで一人もいないです。取材を終えた皆さんにお話を伺いました。障害者の雇用についてよく知ることができたので、ものすごくためになる機会でした。障害者の短時間労働を支援する団体があることをこの機会で知れたし、今後の学習の参考にもなると思って、とてもいい経験でした。将来こんな感じでボランティア活動をしていきたいと強く思っているというか、目標なので、一つの参考にできたらなと思います。将来起業しようって考えてて、ちょっとなので、その起業する際に、例えばその人を雇用するってなった時に、こういう制度とかを取り入れてみたいなって思いました。生徒の皆さんは今後プロジェクトの活動を SDGs アクションブックという冊子にまとめ、令和6年3月に完成させ発信していく予定です。港区には学びたい人と教えたい人をつなぐ学び屋という事業があります。学び屋は知識や技能を持つ教えたい人にボランティア講師として区に登録していただき、学びたい人はそれら多様な講座を受講できるというもの。講師として登録できるのは区内在住、在勤、在学者。受講できるのは3人以上のグループで、その半数以上が区内在住、在勤、在学者、または区内の小学校、中学校、高等学校です。募集している講座内容は、華道や語学といった趣味・教養から、ダンスや気功といったスポーツに関することまで様々です。講座一覧、利用方法など詳しくはお問い合わせください。11月4日5日に TBS 赤坂サカス広場で港ブロッサムフェスタを開催します。このお祭りは港区内にある大使館の中からウクライナなど17カ国が参加予定で、世界各国の食べ物、民芸品などの販売に、民族舞踊や伝統音楽が披露される特設ステージもあり、世界の文化に触れることができます。ぜひお越しください。港区の広報誌広報港は、毎月1日、11日、21日に発行しています。新聞の折り込みのほか、区有施設などでも配布しています。ご希望の方にはご自宅への無料配送も行っていますので、ご利用ください。